昨日の動画でですね、撮影現場でのカメラマンの無茶な要求の話という大爆笑エピソードトークを披露しまして、まあこれがね、すごい出来のいい漫談なんですけど、はい、まあ昨日の動画概要欄に貼ってるんで、またあの見に行ってください。一回見てないかと。はい、まあどんな話したかというと、えっと、 あのカメラマンに写真撮るときツッコミの時の手のポーズしてください言われてで手もうちょっと上に上げてくださいって言われて上に上げすぎて江戸っ子みたいになったっていうまあ爆笑超爆笑鉄板エピソードトークなんですけどなんかこの動画のコメント欄がすごい荒れてましてうんまあ誹謗中傷ですよねうん2000件以上来てましたねコメント2500件ぐらい来てたかなうん ちょっともうしんどいっすね。まあ、芸能人にやったら何言ってもえ,えわけちゃうというか、その、まあね、あの、すぐ糸切れちゃうんで、芸能人って。あの、プツンって、なんか、いなくなりますよ。はい。なんか、もうすごい、やみました、正直。で、ちょっとしんどいです。だから、まあ、活動休止もするんですけど、普通にはい。まあ、でもね、 ちょっとやっぱ気に食わないということで、まあ、気のついたいろんなコメントに反論していきたいと思います。ね。まあ、そうやって、うちのチャンネルで無料でコメント書いてくるやつはもう全員カスって呼んでますから、うん。もうカスのコメントに反論していくという会にします。はい。まあ、例えばね、こんなコメント来てました。笑いの腕はしっかり落ちてて草。うん。 ああそうですか。はいいや、なんか、んかこの程度のことやったら、へこたれないですね。へこたれへんですね。まあ一応なんか、うまいこと言おうとしてんのかな。エピソードトークに、オチがないことをやゆしたりとか。えー、腕が上がっていくエピソードやのに、腕、笑いの腕は落ちていくっていう、うまいことを言ってるというのが、まあ、かわいいですね。 そんな別に、えー、何にも感じないとかね。これで笑い言う方が無茶な要求やわ。うーん。あそうですかいや、だからあの、わかんねんけど、俺、もうわざと言うとんねん。こんなこれ、あの、これもうまいこと言おうとしてるわ。えー、カメラマンに無茶な要求されたって話やけど、うん、そんだけおもんなかったよ、お前の話もっていう、まあ、パンチラインみたいな返してるんでしょうけど、お,お前、わざと言うてるやろ。 こんなんは別に俺、日々がんねん。なんか、粗品にちょっといじってほしいんいなね。まだコメントこういう悪口とか書いたら読まれるかなっていうスケベ心で書いてるやつは一発でわかりますから。はい。そんなん俺、なんとも思わんねん。ちゃうねん。ね。お笑い芸人、目指せると思う。オチはみんなが理解できるし、話のボリュームもちょうどいい。 イボギンっていう T シャツがまたいい味出してるよね。面白い。最初の数年は苦労するだろうけど、10年もしたらライブで人気の芸人ぐらいには慣れてると思うよ。見た目を派手にすること、子供が笑える一発芸があればもっとバズるのではうーん。お前のこと誰が好きなんなあ。いえ、お前のこと誰が好きやねんええー、ことないねやろ。普段生活してて、なあ。お察しします。うえ、単独終わりがな。 喉がええー。お前も親大事にせよ、自分の。親行せ。お前のこと好きな、ギリ親ぐらいやねんから。うん。それも、あの、家族やから好きってだけどほんま好きちゃうで。親大事にせよ、お前。うん。本気の、本門本門来とるらやないかなあ。本門公文やめろお前。んやねん、こいつ。イボギン銀ンボーイズやなあ。銀ンボーイズの T シャツや。 なんやねん、イボギンって。イボギンってしか映ってなかったけど、お前。謝れ謝れや、お前。なベイビーベイビーみたいに謝罪要求しておろかい。何言うとねまあ、という感じで、ちょっと、いろんなね、うん、クソみたいなコメントあったんで、ちょっと紹介していきますね。これ系の動画好きだけど、いい感じのコメントに対して、今回はこれだなとか返信してるやつ見てられんわ。 人が考えた企画に便乗して偉そうに他人のこと評価してるのが最高に痛すぎる。あと粗品の話はいつも通り面白くない。うん。ほな、死ねっちゅんかいなあ。うん。なんやねん。その、な、楽しやっとんねん。このコメントも書くやつは書くやつで楽しんでるし、俺は俺でそれを拾って動画にできて、 双方ウィンウィンで楽しい空間でやってんのに、それをどっちも否定する。うん、ほなしねっちゅんかい。ほなしね出るわ。今年これでいきますよ。うん。おまだれの後は、ほなしね。言うてね。えー、<coughs> ちょっとすいません、喉があの、単独終わりでちょっとね、調子悪いんですけど。えー、友達何人かで映画館に行って、 えー、友達何人かで映画見に行って、帰りにマクド食べて、同志はずっとくだらないこと話し合ってる時の方がおもろいそれは結構何でもそうやろおい。勝てへんて。あん時の俺たちには。いや、誰も勝てへんよ、その他人やねんから。当たり前や。それが一番ええねんから。友達と映画見に行ってマクド食って帰って、ずっとくだらないこと話し合ってる時の方がおも当たり前やろ、お前。泣きそうろなろんなもん。 比べんなよ、お前、芸人のエピソードトークに。何言ってんの、おやつ。<laughs> 今ちょうど、川端康成の雪国読んでたら、東京の慌て者だわ。もう滑ってるわ。って書いてあったけど、お前のことか誰が雪国の冒頭以外引用すんねん。知らん、知らん、知らん。いやいや、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった以外知らんって。そこが有名やねんて、雪国。 それ以外知らん。それ、もじってんのか、これ。東京の慌て者だ、もう、ほにゃららってるわって、もじってんのかそれもわからん。元知らんがら。読む気もならん。本なんか。どうでもええんじゃん、お前。なあ。いや、と、長いトンネルに抜けると、雪国だった。だけでええね、お前。何でもあいつ。私は笑えなかったが面白かった。M1 の白く師匠か。それで何点叩き出すね、お前。 いや、面白い。どっちやねん、お前笑。お前は笑えへんかったんかい。逆もあるし。私は笑ったけど何が面白いか分からなかったみたいな。な変なこと言うなよ、お前。なそんなな、M& 1シラク師匠みたいなコメントいらんねん、うちの YouTube に。どういうことですかまあ、でもそれで98点とかってくれるんですかな、何これ。なあ。そんなエピソードトークに品評いらんから、さあ。 ティックトックで回ってくるいいねス5とかのトークやん。誰がやねん誰がティックトックとかで流れてくるいいねス5とかのトークやん。いいね5、コメント0。なんで俺のタイムライン流れてくんのいや、なめてる俺のこと。俺結構おもえな、舐めてるおもろいお笑いだけ、アルゴリズムで AI が見せてこいよ、ティックトック。なんでそうなん出してくんの この間もなんか TikTok のおすすめタイムライン普通のに、あのー、なんか、11月15日、今、ディズニー来てまーすみたいな男子高校生5人組ぐらいが、えぇーいすれ、すれ違って声かけてくださーいみたいな。イーネ3、コメント2。なんで俺んとこにそれ流れてこんゃん俺のこと何や思ってる ?TikTok。な なんで俺にこれ見てんの、うん、まあ、その当日の動画やってんけど。そんなナンパの仕方あんの今本で。すごいね。<laughs> うさぎロペぐらい笑った。ほなおもんないやん。ほな全然笑ってないやん。神ぎロペあれどこの層に人気やって映画始まる前に出てきとんねん。なんやねん、あれ。シュールに逃げるええ限りせ。各方面。 シュールに逃げるなよ。ちゃんと笑い取れよ。なんやねん、神兎ロベって。変なうさぎなんか、やさぐれたうさぎみたいなアニメ、ゆるい系のアニメでなんか、えぇ、ぐるぐる、えぇ、ぐるぐるぐる、うぜいし、みたいなやつやろ。なんいや、覚えてへんけど。誰がやねん、お前。源太君でもわかるぐらいの落ちて草くさ。玄太君にはわからんやろおい、レベル高いよ。源太君にしては。名探偵コナンの少年探偵団の源太君か 玄太くんに分かるオチは、あの、ツッコミの手のポーズ上に上げてください、上げてください、上げてください、さいオッケーでーすって言って、そのままこの手でうな重食べたんですよ。やろう。あいつうな重のことしか考えてへんから。うな重と米粒を残さんことしか考えてへんねんから、あいつ。うん。天国へのカウントダウンで灰原を助けに行ったんは良かったよ。あの、玄太が助けに行くことで嫉妬せんかったから。よかった。 あれなんかあの、スネオスネオちゃうわ。光彦が、スネオってお前。役割そうかもしれへんけど。ジャイアン・ゲンター、スネねおみつみたいななんとなくあるけど。うん。いやいや、灰原をな、助けるのが、光彦がこう、バッと抱きかかえて言ってたらちょっと嫉妬してたかもしれんけどな。うん。俺はな、灰原好きやから。なんのあれっしょ、ね。 この季節に半袖って、僕はあだだが部屋に住んでいますって自慢してるようなもんだよ。そしなも売れて変わっちゃったな。山末おい読末やないかい。いやふコめよりみんど悪いやん。叩けてないよ。はい。叩けてないし燃やせてないよ。何をむ,むっちゃなこと言うなよ、お前。お前のくべる巻き湿っとんねん。炎上するかい、そんなんで。巻きくべんな。煙突町のくべる。なあ。 煙でええんぞお前後ろの扉にたくさん指紋ついてるこれは事件の香りそしてネクストコランズヒントはウェイトレスまさかウエスピーが粗品を監禁してるなんて助けてあげたい途中までおもろかったのになんやねんおもろそうやったのに途中もおもろそうな匂いしてたのにもったいない、ね、ネクストコランズヒントの発想までよかったのに なんでウエイトレスで、なんで出てくるのなんか言ってたそんな話してんよな。ウエスピ、な、なん、うん、もう微妙惜しいな今年で120歳になるものです。この動画を見るのは今まで生きてきた中で一番無駄な時間でした。嘘つけや、ボケお前120ちゃうやろ、ボケ絶対120ちゃうから暴言吐けるわ、ボケ。120年生きてて最下位やった俺の昨日の動画の1分半。 嘘つけぼけなもっとなんか、0時の列やと思ってたら、別に列でもなかって1分半ずっと立って待ってただけやったとかあるやろ。お前120年も生きてたんやったらもっと無駄な時間。誰がそれよりお前したいんや。電車寝過ごして、あの、降りたい駅の、次の駅で降りて、反対側のホームで次の逆の電車待ってる時間とかあるやろ。 その方が無駄やろ、絶対に。ちゃんとお前それした時その乗り過ごした分の区間の料金も払えよ。芸能人たまに乗り過ごして戻ってみたいな話しおるけど、あれ金払ってるか、ちゃんと。着せるなるからな。気つけろよ。これラストですね、はい。<laughs> 関ン for all, all for ントンどんなチームやねん関東はみんなのために、みんなはカントンのために どんなチームやねん、お前。いやいや、関東はみんなのためにはええよ。みんなは関東のためには申し訳ないわ。俺が関東なだけで、こんなみんなに気を使わせてってなるよ。申し訳ない、申し訳ない。うん。じゃあ、ワンフォアオールやろ。オールフォアワンやろ。うん、エンジン5万円かな、これで。ななんやねん。俺の体の標語か俺の体のテーマか すべての器官、細胞、血液、心臓、肺は関東のためにか関東はみんなのためにかわけわからへ、うん。はい、えー、以上です。あのー、なんやろな。きつかったな。うん。その、でもメンタルやられますね。だからもう、えー、コメント欄はもう閉鎖するんで、皆さん。もうね、ちょっと適度な距離感で我々、あの、過ごしましょう。はい。 itty bitty